クリスタさんの新フィルターで、ステンジノイズを変えてみた。の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんしです。最近クリスタが 3.0 にアップデされて、新しくフィルターに、ノイズ、色収差、フィルム、鉛筆帳、などが追加されました。おお、で、これ何にどうやって使うの？なんかあんまり意味なさそうだけど。ちゃんと便利だよ。今回はこちらのイラストに対して、加湿したり新旧のフィルターたちを組み合わせて、こんな感じの電磁ノイズのエフェクトを変えてみようと思います。おお、ミュージックビデオのサムネみたいだー。それじゃあまず元の絵をラフから変えていきます。音楽 PV の目立つサムネみたいなイメージです。実はいずれ自分で作曲して合成音声さんに歌ってもらって、自分でサムネとか PV 作ったりしたいので、今回の絵はその勉強みたいなつもりで描いてます。音楽なんか作れるの？実はいつも後ろで流れてるゆったりめの音楽は自作の曲だったりします。マジかよ。この曲だけね、他の曲はお借りしてるものだから、いずれ自作曲に差し替えたいと思っています。さて、後で上にエフェクト乗せるし、シンプルで目を引く絵にしたいので、あんまり書き込まずに線画と塗り分けだけで絵が成立する感じにしていきます。サムネ映えを意識して、仕上がりをごちゃごちゃさせないようにするわけだね。具体的には、影も塗りもなしのポスターみたいな感じを意識します。髪の線のところどころに墨入れをして、立体感を出します。目と鼻に少しだけハイライトを入れて、色を適当に置いて、下絵の完成です。おお、このままでもそれっぽいねー。これにフィルター用のエフェクトを書き足していくよ。新しいレイヤーを作って、長方形ツールでカラフルなノイズの元を描いていきます。色はとりあえず4色で、デジタルっぽい模様を目指します。顔が隠れてしまわないように、顔の近くには描かないようにします。顔以外をノイズで埋めて、顔に視線が集まるようにします。今回は長方形ツールで描いてるけど、適当に散布ブラシを作っても OK だよ。一旦ノイズの元ができました。描くのはこれでおしまいです。ここからが今回の本題。フィルターを使った仕上げをやっていきます。まずノイズの形をよりデジタルな感じに加工します。フィルターメニューの変形から波形を起動します。波の形を単波形に設定するとこうなります。おお、いい感じにジャギジャギになったね。乱雑さを加えたい時におすすめのフィルターです。次はノイズを球体に沿ってる感じに変形します。フィルターメニューの変形から魚眼レンズを起動します。歪みの数値をいい感じに調整して、OK を押して、丸い形に変形します。顔にかかってる部分を消して、完了です。おお、いい感じに顔に注目したくなる感じになったね。これで準備は整いましたので、新しいフィルターを使っていくよ。まずは色収差フィルターです。フィルターメニューの、効果から、色収差を起動します。おお、めっちゃデジタルな感じになった。色収差の種類は、放射状、中心点を使用、にすると、さっきの魚眼フィルタと同じ中心になって、いい感じに連動してくれました。もし画面の中心以外を中心にしたいときは、放射線定規を設置して目印にすると、複数のフィルターを連携させるときに便利です。次は色収差フィルターを使ったときの注意点です。え、なんか問題あるかな？拡大して見てみましょう。ちょっとエッジがシャープすぎると思いませんか？え、そうかな？そんなに気にならないけど。実際に自分の絵に色収差をかけてみたらわかる。なんか仕上がりがツルツルしちゃうんだよ。その対策として、効果フィルターのモザイクをほんの少しだけかけると、いい感じにエッジをぼかせます。全体を見るとこんな感じ、ちょっと動画ではわかりにくいんだけど。実際やってみると最終的な仕上がりが全然違うから覚えておいてください。ほへー。ノイズの外側が空白だと視線が散ってしまうので、円形のグラデーションで暗くして、中心に視線が集まるようにします。おお、より顔に注目しやすくなったね。少しノイズが暗く感じたので、ノイズのレイヤーをコピペして、合成モードを加算発光にしました。あとハイライトに少し色を足しました。
これから人物にも色収差フィルターをかけていきます。まず人物のフォルダーをコピーして結合して、1枚のカラーレイヤーにします。この時、間違えて背景も一緒に結合してますが、皆さんは真似しないでください。解説動画でガバるな。この人物レイヤーもコピーしておきます。まずは1枚目、色収差フィルターを弱くかけてみます。ちょっと薄すぎない？それじゃあ2枚目は強くかけてみます。今度は濃すぎて顔の輪郭がぼやけちゃってるよー。比べるとこんな感じ。できれば顔の輪郭は保ちつつ色収差は強くかけたいです。なので、濃い方にレイヤーマスクをかけて、顔の周りだけ消します。比べると、薄い方、濃い方、二つ合わせて濃い方にマスクかけたもの。おー、いい感じに両方の良いとこ取りできて、顔にピントが合っている感じになったね。このように色収差の強さに差を出したいときには、2枚用意して部分的に消す方法がおすすめです。次は濃い方のレイヤーにモザイクフィルターをかけます。おお、ギラついているのが自然に馴染んだね。ちょっと動画だと効果がわかりにくいけど、色収差の後にモザイクは絶対にやってみてほしい。次はまた別の新しいフィルター、ノイズ、を使ってみるよ。色収差をかけた2枚の人物レイヤーを結合して1枚のレイヤーにしてから、効果フィルターの、ノイズを起動します。おお、めちゃくちゃ古いテレビみたいな感じだね。カラーモードはカラーにして、ノイズの強さを調節します。このフィルターはうっすらかかってるくらいで十分で、絵にアナログな印象を与えてくれます。比較するとこんな感じです。おお、なんだかザラザラしてる感じがする。デジタルのツルツル感を軽減したい時に便利なフィルターだね。最後に、色調補正レイヤーの、カラーバランスで色を調整します。これは明度別に色味を変えられるフィルターです。人物全体を交代色の感触よりにしつつ、背景と瞳の赤だけは際立つように調整して。完成です。以上、クリスタさんの新フィルターで電磁ノイズを変えてみた、でした。フィルターっていまいちとっつきにくかったけど、ちょっと使ってみたくなったよ。フィルターは無敵の必殺技、ってわけじゃないんだけど。ちょっとした工夫と組み合わせで、絵のクオリティを底上げできるから、ぜひいろいろ試してみてください。今回は仕上げのためのフィルターの使い方を紹介したけど、今までの動画で作画での使い方もいろいろ紹介してるので、そちらも参考にしてみてください。今回の動画はここまで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。